ヤーセプス・ビートリスは、ラトビア出身のロシアの作曲家、音楽教師、音楽評論家、ピアニスト。ドイツ式にヨーゼフ・ビートルとも綴られる。学校教師の息子に生まれたビートリスは、1880年にペテルブルク音楽院にて、ニコライ・リムスキー・コルサコフに作曲を指示する。1886年に卒業すると、1901年に、 ペテルブルク音楽院作曲家に教員として戻り、ニコライ・ミアスコフスキーやセルゲイ・プロコフィエフらを輩出した。同僚のアナトー・リラードフやアレクサンドル・グラズノフと進行を結び、ミトル・ファン・ベリアーフの楽譜出版社から作品を出版されるようになっただけでなく、ベリアーフの邸宅で模様された音楽サークル、金曜日の常連にもなった。また、 1897年から1914年まで、ドイツ語新聞、サンクトペテルブルク日報ストリートペイターズバーガー、サイトゥングにおいて、音楽評論を担当した。1918年に祖国が、ソベトロシアから独立を勝ち取ると、ラトビアに戻り、国立理科歌劇場の指揮者に就任した。翌1919 19年に、ラトビア音楽院を開設し、1944年まで、 作曲家の教授に就任。この間の最も著名な門人に、ヤニス・イバノフスやアードルフス・スクルテがいる。1923年には、ラトビア作曲家協会の設立者に名を連ねる。1944年に、ドイツのリューベックに移住し、1948年に、同地に隠しした。ビートリスの遺族は1993年までリガに戻らなかった。ビートリスは、 ロシアの同世代の作曲家たちに手引きを受けつつ、ラトビアにおけるロマン派的民族主義の主唱者となった。彼はラトビアで最初に国際的評価を確立した作曲家であり、疑いなくラトビアにおけるクラシック音楽の父と目されている。ビートリスの友人や同時代の作曲家グラズノフが評価したように、彼の作品にはシリムスキー・コルサコフの影響が否定できない。 ロシアで暮らしていた頃、ビートリスはラトビアの民間伝承に大きな興味を抱き、ペテルブルクでラトビア人が商談の指揮をしたことがある。こうした経験に基づき、彼はしばしばラトビア民謡の旋律をそのまま用いて作曲した。彼はラトビア独自の音楽様式を創造線としてロシア5人組の方法を踏襲した。ビートリスの大規模作品は、 印象に残る劇的な展開によって、しばしば特徴を付けられる。外して彼は、20世紀の作曲家としてはむしろ、保守的な傾向を有していたが、にもかかわらず、名人的な作曲技術を備えていた。A.B. ナクソスプロフィール。ありがとうございます。